山陽自動車道は、神戸から中国地方を縦断し、山口に至る総延長 460km の高速道路です。中国地方を東西に結ぶ中国道と全線にわたって並走しています。今回は東端の兵庫区間をお送りします。兵庫区間は西の龍の西インターまでは山陽道の中で最も早く開通したのですが、東側の開通は本線で最も遅い開通となってます。岡山同様、建設時期の差がそのままトンネルの数の差に出てきており、西はトンネルが少なく東は多いです。それ以外に制限速度にも差が出ているようです。今回は山陽道上り線の東端兵庫区間を走行しました。岡山県境の福井市パーキングエリア付近からスタートし、東端の神戸ジャンクションまで走行しました。走行の様子をご覧ください。福井市パーキングエリア付近からスタートです。最初は渋滞シーンなので8倍速でお送りします。山陽道はこの先で兵庫県と岡山県の県境の峠、小坂峠を越えます。峠越え区間にもかかわらず、ここにはトンネルがないので緩い上り坂になってます。ここで渋滞になったのはこの上り坂も原因の一つかと思われます。ちなみに北を通る国道2号は船坂峠という峠で岡山、兵庫県境を越えます。太平記に出てくる武将小島貴教が後醍醐天皇を奪還しようとして待ち伏せしていたという伝説が伝わっている峠です。そういう歴史のある峠を国道2号はトンネルで通過してます。なのに山陽道はお家芸ともいえるトンネルを掘らずに峠越えです。ここは山陽道の中で最も早い1982年開通なので、まだトンネル至上主義に染まってなかったのかもしれません。ちなみにこの区間は制限速度が80キロです。制限速度が80キロなのはこの先の龍の西インターまでです。龍の西インターまでがちょうど最も早い昭和に開通した区間なので、制限速度が低いのはそれに関係してそうです。赤穂インターを過ぎるとトンネルが現れます。この辺りでようやく渋滞解消してきました。ここからは4倍速でお送りします。
天子山トンネルです。2023年9月にトンネル火災が発生して、年末まで長期通行止めとなったトンネルです。火災が発生したのは下り線とのことなので、この映像とは反対車線になります。この映像は火災発生の半月前、2023年の盆休みの映像です。もちろん走行当時は、半月後にここであんな惨事が起きるとは夢にも思っていませんでした。火災発生後は反対車線が3ヶ月通行止めとなり、この上り線も1週間ほど通行止めになりました。こういう時は大抵上り線を対面通行にして、下り線を完全遮断しない措置が取られるイメージですが、今回のケースでは上り線は通常通り2車線運用して、下り線だけ3ヶ月間完全に遮断したようです。なぜかは分かりませんが、そのおかげで片側1車線のしょぼい国道2号は大混雑となったみたいです。24時間体制で復旧工事を行って年末に間に合わせた工事関係者には頭が下がるばかりですが、こういう事故を起こすと影響は甚大です。損害賠償を請求しますというネクスコの切れ気味の注意喚起が記憶に新しいですが、注意喚起がなくても気をつけないといけないですね。辰野西インター伊東は平成の開通区間です。1990年以降なので、初開通から8年でようやく東側区間が開通し始めたことになります。辰野西インター伊東は制限速度が100キロになります。山陽姫路西インターから次の山陽姫路東インターまではトンネル連続区間です。7つのトンネルが連続しており、トンネル脇に黄色い看板でカウントダウンされています。先頭の書写山第2トンネルだけトンネル1つ目というなぜかカウントアップ方式となってますが、2つ目の書写山第1トンネル以降はトンネルあと6つといった感じで順当にカウントダウンされてます。夜だとトンネル内の方が明るいので穴に潜っている感を感じづらいですが、この区間はずっと穴に潜ってます。
初開通から8年以上も開通が遅れた理由の一端が垣間見える気がします。山陽姫路東インターでは、南北方向に伸びる万丹連絡道路という次線道が接続してます。万丹連絡道は料金が高いというイメージがあるようですが、そんなことはない。キロ単価22円だからネクスコより安いと公式ホームページで懸命にアピールしてます。なので兵庫県の皆さん、使ってあげてください。ちなみに山陽姫路東インターから2つ先の三木小野インターまでが山陽道本線で最も遅い開通区間です。1997年と初開通の辰野西インター伊勢とは15年の開きがあります。この区間はトンネルが多いわけでもないし、なぜここが後回しにされたのかは気になるところですが、素人にはよくわかりません。次線道である姫路バイパス等の国道2号バイパスがこの頃すでに開通していたので、これで十分と思われていたのかもしれません。
三木小野インターです。ここから先、神戸ジャンクションまでも開通が1996年とかなり遅いです。三木小野インター西側と比べて1年早いだけです。三木ジャンクションでは山陽道支線が分岐しています。支線の先には神戸淡路鳴門自動車道という淡路島経由で四国まで伸びる高速道路があります。わざわざ支線を介さなくても直接つないだ方が分かりやすくて良さそうなのですが、南に伸びる本市連絡道に対してはなぜか直接接続せずに支線を挟むスタイルになっています。それはともかく、この辺りは海岸沿いの国道2号から大きく離れて内陸部を通っているのですが、三木ジャンクションから南に向かえば海岸沿いの国道2号や神戸市内に向かうことができます。山陽道最後のパーキングエリア、小郷パーキングエリアです。駐車場が割と広めで、混雑期でもかなりの確率で入れます。とはいえこの時は駐車マスがかなり埋まってました。時刻は23時30分過ぎぐらいとかなり遅い時間だったのですが、まだかなりにぎわってます。
長かった山陽道もいよいよラスト、東端の神戸ジャンクションです。直進方向は新名神です。普通の十字ジャンクションで、そんなに複雑な作りでもないですが、交通量が多いためか、丁寧に色分けがしてあります。中国道へは、黄色のペイントに沿って進みます。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。